2023ミス酒秋田高橋凛です。私の家族は秋田で漬物屋を営んでおり、漬物を魚に日本酒を飲みながら楽しく語らう姿を幼い頃から見てきました。そんな経験を経て私も日本酒が大好きになり、より多くの人々に美味しい料理とともに日本酒を飲むことの楽しさを知ってもらうために東京にお店を開きました。お店で培った日本酒の知識とそれを伝える力を生かして、東京に限らず世界中の人々に日本や日本酒の素晴らしさを伝えていきたいと思います。そしてミス酒の活動を通して、私自身世界に誇ることができる日本人女性の見本となれるように精進してまいります。よろしくお願いします。2023ミス酒宮城千田瑞穂と申します。私は祖母の実家が造り酒屋ということもあり、日本酒を身近に感じてきました。宮城県石巻市は世界三大漁場の一つ、三陸金華山沖を抱える港町です。美味しいお魚が水揚げされる地域性から、お寿司に合った酒造りを目指しています。日本では全国各地で風土の個性を生かした酒造りが行われています。土地の魅力、作り手の思いがぎゅっと詰まった日本酒、古くから今日まで受け継がれている日本の伝統を全国各地のみならず世界まで発信していく担い手になりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。2023ミス酒埼玉、松崎美希と申します。私は普段農業機械の販売整備を行う会社で、ロボット IoT などの先端技術を活用するスマート農業の推進を担当しております。日本酒を生産している農家の皆様の思いも合わせて、日本酒の魅力を全世界に発信していくよう努めてまいります。よろしくお願いいたします。2023ミス酒千葉、斉藤光と申します。千葉県に移り住み今年で7年目になります。東京に隣接している千葉県は都会的な魅力もありながら、海と山に囲まれ自然豊かな一面もある県です。そこで採れる千葉産物を県内で消費する地産地消を推進している点に私は特に惹かれており、自分自身も何かの形で貢献できないかと考えていたところ、ミス酒に出会うことができました。私は幼少期と学生時代合わせて13年間をドイツで過ごしました。その経験を生かし、日本の空の玄関口とも呼ばれる成田国際空港がある千葉県から、私も日本酒をきっかけに国内外問わず様々な方の日本や日本文化への関心の扉を開くことができるミス酒ジャパンを目指します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。2023ミス酒東京代表、上下芽衣です。私は現在聖心女子大学の4年生で、中学高校の英語の教員免許を取得予定です。私の家族は曽祖母祖父母、私の家族の4世代のサザエさんのような家庭です。この振り袖なんですが、実は私の一緒に住んでいる祖母が刺繍と仕立てをしてくれたものなんです。着物というのは何世代にもわたって着られることが魅力だと思っています。小学校の頃から華道、茶道、着付け、日舞など日本の文化を学ぶ授業がございました。その経験を生かしてホストファミリーとしてアメリカ、タイ、マレーシアの留学生を受け入れる際には、日本の案内をするだけではなくスピリットまでこう伝えたいと思って頑張っていました。日本酒をはじめ長きにわたって愛される日本文化を受け継ぎ、海外に伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。2023ミス酒神奈川、山田琴子です。私は日々世界中の方々とお仕事をしております。 Did you know that there's a sake that matches with pizza? アメリカ人の同僚と食事をした際に、彼は
ピザに純米酒を合わせ、この組み合わせがたまらないんだと楽しんでおりました。その自由に日本酒を楽しむ姿に、日本酒が世界中の食卓で楽しまれる未来を作りたいと思うようになりました。湘南のしらす丼に横須賀の海軍カレー、中華街の小籠包、和、洋、中の食文化が共生する神奈川県で、あなたも日本酒と食の組み合わせを見つけてみませんか？日本酒ってピザにも合うの知ってた？と日本だけではなく世界中の方に届けられますよう発信してまいります。2023ミス酒新潟、佐藤萌香と申します。私は新潟県で最も酒蔵の多い町として知られている長岡市で、古くから日本酒が大好きな祖父の家で育ちました。年齢を重ねるごとに楽しみが減っていく祖父でしたが、そんな祖父にとって日本酒は人生を彩る大切なものでした。日本酒を片手に家族で囲む食卓は希望と幸福感に満ち溢れており、その思い出は私にとってもかけがえのない宝物です。人と人とのつながりが薄れてきているようにも感じられる、そんな寂しい時代ではありますが、そんな時代だからこそ大切な人との思い出をつなぐ日本酒の魅力を日本国外に発信していけたらと考えております。よろしくお願いいたします。2023ミス酒富山、永田瑠璃と申します。私はちょうど1年前日本酒を初めて口にしました。さまざまな日本酒をたしなむうちに、日本酒についてもっと知りたいと思い、富山にある6つの蔵にお邪魔しました。蔵見学では蔵人の思いや日本酒のこだわりなど、たくさんのことを聞くことができました。より日本酒をたくさんの方々に知ってもらいたいと思い、蔵人と交流できるイベントを企画運営してきました。また VR で富山の日本酒を体験できる空間を制作しました。ミス酒を通じてより日本酒を多くの方々に広め発信していきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。2023ミス酒山梨代表、宍戸美恵です。私はお酒を囲い、みんなが笑顔になる空間がとても好きです。お酒を作り、その愛情が伝わり、人と人がつながっていく、そんな思いを現在山梨県のアナウンサーとして伝えています。山梨県は日本酒を作る際に使われるお水、ミネラルウォーターの生産量が日本一です。富士山や南アルプス、貝駒ヶ岳や八ヶ岳など多くの山々を囲い、そのお水から醸される日本酒は雑味が少なく、柔らかな味わいを感じることができます。ただ日本酒はたくさんの人やたくさんの時間がかかるのに、その魅力がまだまだ伝わっていないように思います。山梨県代表として、山梨の日本酒はもちろん、日本中の素晴らしい日本酒を通して人と国、国と国をつないでいけるよう精一杯頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。2023ミス酒長野代表の中島奈々です。私は生まれ育った長野県信州の食文化や酒造文化に興味を持ち、東京農業大学で醸造学やその基礎となる生物学全般を学んでまいりました。卒業後は研究から発信側に回りたいと考え、信州のテレビ番組のリポーター、そしてウェブマーケティングの会社員としてお仕事を並行しております。信州は全国2位の蔵元の数を誇ります。豊かな自然に恵まれ、個性豊かな信州の日本酒をマーケティング力とリポート力を生かして、日本そして世界に発信していけるミス酒ジャパンを目指します。2023ミス酒岐阜、高田蘭子と申します。私はふるさと岐阜が大好きです。私は
岐阜大学に進学し、生物学の実習などで岐阜県内の山々を登ったり、鶏を屠殺して食べる経験をしたり、昆虫採集をしたり、山菜キャンプを行うなど、大自然の中で多くの学びを得ました。このような活動を通して岐阜の素晴らしい自然と文化に魅了され、卒業後も大好きな岐阜に住み続ける道を選びました。また社会人となった今では、趣味である食べ歩き、飲み歩きや車やバイクでのツーリングで岐阜県内各地を回り、岐阜の新しい魅力探しに勤しんでおります。この度岐阜代表になり、大好きな岐阜を日本に発信する機会をいただき、大変嬉しく思うとともに、日本代表となり、全国の三崎の皆様と日本酒の魅力を世界に向けて PR してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。2023三崎静岡、古橋かなと申します。私は林場王国として知られる静岡県で生まれ育ちました。すべての人を笑顔にできるような町にしたいという夢を持ち、地元浜松で中学生の頃から数多くのボランティア活動に参加してまいりました。次第に地域にとどまることなく、世界中の人々を笑顔にしたいと思うようになりました。イギリス、アメリカ、カナダへの留学経験を経て、現在はグローバル企業に勤めております。日本酒、日本文化を通して一人でも多くの方を笑顔にすることができれば何よりの喜びでございます。ローカル、グローバルに誇りを持って日本酒、日本文化を発信してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。大家好、2023ミッサケ愛知、森川幸恵です。今年は大河ドラマや映画でも話題、三英傑を輩出した愛知県、自動車や航空機など工業圏としてのイメージが強い愛知県ですが、酒造りに適した気候風土、良質な酒米、仕込み水に恵まれ、実は全国でも有数の酒どころでもあります。私は中華圏で女優活動をしており、現地での日本酒人気、日本文化への関心の高さを目の当たりにし、より愛国心が湧きました。愛知県という歴史の息吹の湧く土地で育んだ日本の精神を世界へ、日本酒とともに世界と日本を結ぶ友好の架け橋となります。我想和酒一起成为日本与世界的桥梁。谢谢。2023ミス酒大阪、清水あかりと申します。私は10年間少林寺拳法を習い、礼儀作法やひたむきさ、学び続ける忍耐力を生涯の恩師より学びました。そして日本女性としての凛とした姿に憧れ、大和なでしこに近づきたいと強く思い、現在料亭の仲居として、おもてなしの心、素晴らしい食文化、四季折々の失礼を学ばせていただいております。天下の台所大阪、水運で繁栄した美しき水の都大阪、大和なでしことなり、日本酒や日本の食文化、伝統文化の素晴らしさを大阪から国内だけではなく国外へと発信し、おもてなしいたします。よろしくお願いいたします。皆様はじめまして、2023ミス酒鳥取、津田愛理です。私は現在鳥取県でタレント冒険家として鳥取県の魅力を発信する活動をしています。私が日本酒に興味を持ったきっかけは、タイ・バンコクでの生活でした。バンコクにある日本食レストランで勤めていた際、私は鳥取県の地酒を通して鳥取県の魅力をお客様にお伝えしておりました。そこで私は、土地や作り手によって全く違う味わいが楽しめる日本酒は、各都道府県や日本という国を PR する一つのコミュニケーションツールになりうると強く感じました。
現在、世界各国では日本文化への関心が高まっています。お世話になったタイから東南アジアへ、そして世界へと日本酒を通して日本文化の魅力、素晴らしさを発信し、ますます日本ファンを、そして日本酒ファンを増やしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。2023ミス酒島根、徳良真子です。私は普段からバレエを踊っており、踊った分だけお酒を飲んでいいをモチベーションに、日本酒のおかげでバレエを頑張っています。私は日本酒を通してワクワクと素敵な学びを得ました。お店の方と仲良くなって新しい日本酒の知識を教えていただいたこと、新しい方々と出会ったり、また日本の歴史のこと、私はますます日本酒に魅了されています。私が代表する島根県はたくさんのパワースポットがある神聖な土地です。たくさんの方々に良いご縁が届くことを願い、私自身が良いご縁を引き寄せられる存在として、ミス酒の活動に心込めて貢献していきたいと考えています。また各地域が紡いできた日本酒を私も未来へ紡いでいく一員となりたいです。よろしくお願いいたします。2023ミス酒岡山、中島咲です。大学進学を機に岡山へ来て、気づけば10年以上が経ちました。晴れの国、日本のエーゲ海、フルーツ王国、岡山の魅力を挙げればキリがありませんが、中でも私が愛してやまないのが岡山県原産の酒米おまちを使用した日本酒です。その味を知り、私は日本酒の魅力にどっぷりとハマってしまいました。ミス酒に応募したのも、大好きな日本酒に貢献する活動をしたいと思ったからです。日本酒はもはや酔うためだけのものではなく、人生を豊かにする大切な要素の一つです。酒造りに携わる方々の熱意や努力、そして日本酒の魅力を幅広い方々へと届けていきます。2023ミス酒香川、河内さくらと申します。私は現在お酒の商社に勤め、たくさんの人とお酒を通して触れ合っています。私は大切にしていることが3つございます。1つ目は素早く行動に移すことです。昨年にはフルマラソンを完走し、また初めての就職はオランダにて3年間勤めました。2つ目は学び続けることです。ヨーロッパにて日本酒の資格を、そして昨年ソムリエを取得いたしました。また現在はなでしこプログラムにもございます WACT ワインのレベル4に向け取り組んでおります。3つ目はそれらを生かし、人と人とをつなげることです。この3つのことを大切にして、私の故郷香川のお酒を通して香川と日本、日本と世界につなげていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。2023ミス酒福岡、大谷しおりと申します。私は幼少期より日本の神話や民話が大好きで、自然と日本文化に親しんでまいりました。高校では弓道を、現在は俳句をたしなんでおります。日本酒は初めはその味わいとお料理との組み合わせに、そして醸造の奥深さに、さらにお燗と熟成酒の可能性にと、知れば知るほど魅了されてまいりました。私の生まれ育った福岡は、実は全国でも5番目のクラスを誇る日本有数の酒どころでございます。大好きな福岡から大好きな日本酒を全国へ、世界へと広めてまいります。また俳句で培った表現力と日本酒への飽くなき探求心で、人と日本酒と日本文化をつないでいけるよう尽力してまいります。2023ミス酒沖縄、山崎カレンと申します。現在和食とおばんざいと日本酒をメインとしているお店で働いております。私は6人兄弟の長女として生まれました。
我が家の家訓はやりたいことをやれということを昔から言われていたので、全力で頑張りたくこちらにやってまいりました。日本酒は陽と陰の気質を持っているものであり、人々に寄り添ってくれるものだと思っております。日本だけにはとどまらず、世界中の方々にも寄り添い、日本酒のいいところを私らしく発信できると信じております。よろしくお願いいたします。